ニューファンドランドラブラドール州、ニューファンドランドラブラドール州の地方行政区、ニューファンドランドラブラドール州の地方行政区の一覧。カナダのニューファンドランドラブラドール州には、地方自治体として、市と町がある。またカナダ統計局は、国勢調査区分として11の地域に区分けしている。他の州のように軍などの地方自治体はない。市や町に正式に分類される集落は、 カナダ統計局に正式に認知されている。1949年のカナダ連邦加盟時には1450あった集落が、現在では700以下に減少している。ニューファンドランドラブラドール州には、現在、市としては3つが存在する。ニューファンドランドラブラドール州には現在、町は277町存在する。人口最大の町は、 コンセプションベイサウスで24,848人。人口最小の町はティルトコーブで5人。市長に分類されない集落や無人の地域は未分類地域と規定される。ファーストネーション居留地は営業をたアメリカ法の下、立法上の権限は国会のみに委ねられている。地方自治権はその地区の先住民政府に与えられている。ニューファンドランドラブラドール州には、 下記の3つが存在する。ニューファンドランドラブラドール州の国勢調査区分の地図、カナダ統計局の国勢調査区分に基づき、ニューファンドランドラブラドール州は11の国勢調査区分に分けられている。population and dwelling counts, whole Canada, provinces and territories, and census subdivisions, 2011 and 2006, census. ありがとうございます。